教えてまター Q&A。NHK マイルカップ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。NHK マイルカップですね。まあ、はい、まあ、も新しい目の G1 だけどね。ただまあ、あのー。1>, あの1回目から見れてるんで、好きですあ。そうだよね。で、あのー、はい、もうね、やっぱりクラシックの間であるんだけど、まあ、マイルというよりは、なんかちょっとどちらかっていうとね、皐月賞とかで通用しない場が出てくるイメージもあるんだけど、ただね、この <laughs>、はい、後ね、活躍する場も結構いるんだよね、マイル先生にね。 はい、では早速過去の結果見てみましょう。どうですか、なんか注目の,あの,あの記憶に残ってる方がいますか私、おととしのソングラインです、あのあ<ー>勝ってはないんですけど、そうね、そんぐらいずっと応援してるからね、桜花賞でやっぱ一番強かったので、うん、あのそう見るうとね、結構、牝馬もきてるんだよねあの、ソングラインもだし。 レシステンシアもそうだしとかやってみていくとね <laughs> でアイロリッドも勝ったりねメジャーエンブレもそう,、ね、そうなんですよねあのやっぱりそのマイル戦線からっていう意味では賞から流れて車が高騰したりもするというところもあるのかなって感じがしますねで意外とね結構波乱になってる時もあってね去年も18番人気の変わったレブリーが来たりとか、まあ、あの2019年ね14番人気のケイデンスコールが来たりとか、まあ、結構波乱になってるレースも多い感じがする、ね、まああれだよね なんかすごい大穴なった年もあったよね、こうやって見ると10番人気以下が結構来てるからねでそういう意味でと大混戦の今年しも、ね、あの波乱の可能性があるのかなって感じはするけどね、はい、あの波乱の年がやっぱり多いですよね、この路線は。あ多いねやっぱりなんかね、さっきも言ったんだけど比較がすごい難しくてあのニュージーランドトロフィーの,、ね、マあのマイル戦線を使ってる組を上位に取るのか。 えー、あとは皐月賞でもちょっとね惨敗したようなやっぱりクラシックの方が強いよねっていう年もあるしあとはね牝馬の方が強いよねって年もあるんで結構ね、えー、難しいというか、まあ、比較が難しくて波乱になってるのかなって感じもしますねありがとうございますそれでは今年の出走予定馬を見ていきたいと思います今年はわからないねこれね <laughs> 僕もねこれなかなかねこんなにねあの出走馬パッと見た時に 何組んだろうってわかんないですね。久々なぐらい難しいよこれ。いや、もう私名前でもわからない。今言いました。ねえ、だから難しいよね。はい、だから。あの、例年だとね、朝日海のさ。ドルチェモアとダノンタッチダウンが、うん、あのー、やっぱり力があるよねって感じになるのが普通なんだけど。その朝日海組が、ね、はい、この後ドルチェモアがね、前回ニュージーランドロビー断然人気で七着に敗れて。皐月賞でね、ダノンタッチダウンが18着に敗れてるっていうところから。 朝日海組がどうなのってとこから話が始まっていてかといって、じゃあ他に解体すごい強い馬がいるかというとそんなにいないんだよねだからすごくね多分これ、あのー、大波乱というよりは人気がめちゃめちゃ割れ,割れそうで例えば一番人気二番人気できてもかなり好きそうなあの馬券的にはかなり、あのーはい、難しいというか面白い一戦になるのかなって感じがしますなのでこれあれだよね本当ここに書いてある18頭かな全部にチャンスありそうだもんね。はい 本当ですね。うんだからそう見ると非常に難しい視点なのかなって感じがしますね。はい、ありがとうございます。それではコースから見ていきたいと思います。東京芝1600メートルの特徴を教えてください。昨年は追い込み競馬となり、しんがり人気の川北レブリーが3着で波乱となりました。抑えるポイントがありましたら教えてください。 まあね、あの、東京の1600メートルってね、やっぱりあの、向こう上面のスタートで、えー、で、3コーナーまでもきょ結構距離が長いんでね、枠中の有利振りはそんなにないよねっていうコースです。で、あとはね、まあ、直線が長いこともあって、えー、基本的にはね、あの、力を発揮しやすいコースなんだけど、まあ、去年の場合はね、えっ、ー、と、かなりね、まあ、前が速くなってしまって、えー、それで差しが届いたっていうレースです。ただね、あのー、結構やっぱりトラックバイアスは重要で、例えばね、えっ、ー、と、まあ、去年なんかは追い込み競馬、 で、おととしもね、シュネルマイスター、ソングラインで追い込み競馬なんだけど、えっ、ー、と、3、あの、三年前に関して言うと、例えばラウダシオン、レシステンシアの、もう逃げたまた番手の、レシステンシアが逃げて、ラウダシオンが2番手追走の一択切り。で、4年前が 8, 8, 8枠2頭で決まったように、アドマイアマーズとケーデンスコールの差し競馬。 でね、その前はギベオンが残って前残りだったりとか、あとね、2017年のあの、大波乱になった年も、アイロリットとリエノテソーって前残りの競馬で、ボンセルビートの逃げ先行場で決まったレースということで、結構ね、あの、両極端に増えることが多いんで、あともうちょっとね、ミッチ・アイルが逃げ切った年も、1枠2頭が2、3着で17番人気、12番人気が来たように打ち目が有利ということもあったので、 ちょっとね、馬場状態次第、トラックバイアス次第でどっちに触れるかは分からないんだけど、基本はね、あの、今お話ししたように、基本の東京線6 0 0メートルっていうと、えー、内枠、外枠、そんなに有利不利がなくて、えー、力勝負になりやすいのは確かなんだけど、この、えー、マイルちゃん、NHK マイルに関して言うと、えー、結構トラックバイアスの影響を受けてるよねって感じは、今までの結果を見るとするのかなって感じがしますね。ありがとうございます。それでは、朝日海フューチュリティステークスからです。 1>, 1着のドルチェモアと2着のダノンタッチダウンが出走します。ドルチェモアは内枠で先行して内目を追走し、ダノンタッチダウンは後方の内目から、マスター曰く川田騎手の高企業で2着でした。ドルチェモアは休み明けのニュージーランドトロフィーで逃げて失速し、1番人気7着でした。ダノンタッチダウンは休み明けのサツキ賞で先行して失速し、10番人気18着。 大差で負けましたが、これは距離が長すぎたのでしょうか？マスターはこの2頭の巻き返しはあると思いますか？<laughs> これね、非常に評価が難しくてまず1つ目ね。えっ、ー、と、この朝日会フューチュリティステークスが行われた。阪神の日はめちゃめちゃインコースが有利なトラックバイアスだったんだよね。そういうのもあって、例えばまああの勝ったドルチェモアはインの3番手。 ダノンタッチダウンは、川田ジョッキーがうまくうちに潜り込ませて、ロス内競馬をして、直線だけ外に出したよねっていう競馬です。で、もうちょっと言うと、4着の、えー、競泳ブリッサーって16番人気の馬が4着で1枠の馬なんだけど、4着の競泳ブリッサー、えー、5着のバグラーダスもインコースで、で、えー、逃げたオールパルフェが6着ということで、 1,2,4,5,6が内目を通ったまなんだよね。で、唯一、外を回って、内容的には一番強かったよね。まあ、あの、トラックバイアスを加味すると、一番内容的には強かったよねっていうレイベリングが、その後ね、えっ、ー、と、共同通信杯でね、まあ、人気になって9着に惨敗してるんだよね。で、そういうのを見ていくと、実は、まあ、浅海組、まあ、上位はね、あの、内前有利のトラックバイアスに恵まれた上に、まあ、レイベリングの配線まで見ると、 メンバー自体もかなり低レベルだったっていう見方もできて、うん、だからね、あの、この後、えー、ドルチェ・モアが、えー、ニュージーランドトロフィーで、ま、あの、すごいね、厳しい展開ではなくて、意外とペースはそんなに速くなく逃げて止まってしまっていたりとか、ダノン・タッチダウンもね、休み明けで距離が長かったとはいえ、やっぱビリだからね、18着ってね、そう考えると、<laughs> まあ一つこのレース、あの今回のね、NHK マイルカップの一つ目のポイントは、朝日会組がちょっと低レベルすぎるので、大混戦になってるよねって感じがしますね。なので、巻き返しがあるかって言われると、うん、まあちょっと他との比較、あのね、クラシックの王道では通用してないんだけど、 ただまあ言ってもね、あのレース内容としては好意、まあのいいんで流れに乗ったよりは若干ダノンタッチダウンの方が朝日会組ではいいと思うんだけどただそうは言ってもダノンタッチダウンも川田棋士の好機場とで、えー、今回は意外と先行が多いんで、まあ、ダノンタッチダウンが朝日会組では一番いいよねっていうのは間違いないんだけどただそうは言ってもこの弱いメンバーだったことを考えると、うん、NHK マイルカップでどこまでかなって感じがしますね。 ありがとうございます。それでは続いての質問です。ニュージーランドトロフィーから以下が出走予定です。カチューマのエイアンはハイペースを先行して押し切りがち。2着のウンブライルは外枠で後方外目追走から追い込み。3着のシャンパンカラーは中段バグンで直線ではエイアンを追いかける位置でした。4着のモリアーナは外枠で中段の外目を追走していました。 ウ,ィンあウンブライルとモリアーナは阪神ジュベナイルフィリーズとクイーンカップでも対戦していますがマスターはどちらを上に取りますか前日の雨でやや重ババでしたがマスターの評価を教えてくださいあのねさっきの、えー、やっぱりこの逃げたのがドルチェ・モアが逃げてで、ね、そんなにペースが速くなかったこともあって。 えっと、まあ、これハイペースで言ってくる、そんなにね、あの、ラップ自体はちょっと速そうに見えるんだけど、エイアンはね、ちょっと持ってかれ気味に、あの、一回、あの、先頭に並びかけてるんで、まあ、そう考えると、えー、まあ、エイアンね、自分から勝ちに行っての競馬で強かったかなって感じはします。なので、えっ、ー、と、レース内容だけで見ると、まずエイアンがちょっと1枚上と。で、あとね、えっ、ー、と、2着のウンブライルと4着のモリアーナが、かなり外を回らされていたので、 この2頭がそのエイアンに続いての内容と。で、シャンパンカラーは、えっと、A 案の直後のインコースにいたんで、ちょっとレース内容としては落ちるかなとは思ってます。なので、えっと、このニュージーランドトロフィーのレースだけを見ると、エイアンが少し上で、えー、その下にウンブライルとモリアーナがほぼ互角という評価で、シャンパンカラーがちょっと下と。で、まあ逃げてね、ちょっと止まってしまったこのドルチェマはちょっと内容がね、あんまり今いただけないんで、そこをどう見るかというとこだと思います。で、 まあ、ニュージーラントロフィー組のレベルがどこまでっていうところも、まあ、難しいよね。ウンブライルぐらいだとすると、まあ、クイーンカップでね、ウンブライル一番人気で負けてしまってるように、で、阪神ジムナルも15着でしょまあ、そ、うん、こまでメンバー強くないのと、あと、やっぱりね、今回先行馬がかなり NHK マイルカップ多そうだから、 まあ、あの、展開次第だよね。あの、前が速くなって、外差しが有利になって、えっ、ー、と、外の差しの方が有利な場場になったとすると、ウンブライルとモリアーナが多少逆転してもおかしくないんで、まあ、そこに、あと他の別路線組とどこまで通用するかってところが、えー、ポイントになってくるのかなって感じがしますね。ありがとうございます。それでは続いては、ファルコンステークス組からです。カチューマのタマモブラックタイト、2着のカルロベローチェが出走予定です。 タマモブラックタイは先行馬群で、直線は最内の狭いところを抜け、カルロベローチェは内枠でかなりかかって、直線も進路を探してロスがありました。タマモブラックタイは新潟2サイステークスで9着で、2番手追走で失速しました。今回はカルロベローチェにレーン機種が基上で、人気になりそうですが、マスターの評価を教えてください。まあ、まずね、このレース内容だけ見ると、 タモモブラックタイはあのうまくね、ロスなく乗って、まあね、直線確かに最内の狭いところだったんだけど、まあうまく抜けたので、で、カ,ロカルロベローチェのずーっとかかって、直線でね、2回か3回、えーまあ、進路を切り替えてるふりを考えると、もうレース内容としてはもうカルロベローチェが圧倒的なんだよね。なので、まあタモモブラックタイ買うならカルロベローチェでいいよねっていう感じでいいと思います。なので、ファルコンステークス組ではカルロベローチェだけ買えばいいよねっていう感じだと思います。まあ、ただね、レーンで人気になるのと、 あとね、やっぱり、まあ、ちょっとね、今年の場合比較が難しいんで何とも言えないけど、パルコンステイクスってやっぱりね、ちょっともっとね、あの、マイルよりもレベルの低いスプリント先生の間が多かったりもするから、まあ個人的にはニュージーランドトロフィーとか、アーリントンカップの方がちょっとレベルが高い可能性が高いかなと思ってます。ただね、やってみなければわからないんだけど、 まあ一つはだから今お話したようにファルコンステークス組ではカルロベローチを買えばいいよねでまあファルコンステークスのレベルはちょっとレあのー、他のマイルとかの方がちょっと高そうかなって気がするよねっていう感じだと思ってます。ありがとうございます。それでは続いての質問です。アーリントンカップから以下が出走予定です。雨の重箱で勝ったオーバンブルマイは中段馬群から外に出して差し切り勝ちました。ユリーシャは大逃げを打って失速。 2番手につけたモンと3番手の外目を追走したセッションが粘りました。大盤振る舞いは朝日杯フューチュリティステークスで出遅れて7着。セッションは弥生衣装で2番手追走で7着で、勝ち馬のタスティエラとは0.5秒差です。マスターの評価を教えてください。まあね、これも結構比較が難しいレースで、一つ目ね、ポイントとしては、アーリントンカップ自体の、えー、とこの日の馬場状態は、 まあ、あの、すごい極端ではないんだけど、若干インコースが有利なトラックバイアスだったよねっていうところなんだよね。で、えー、その時に次にはポイントとして起きたのは、えっ、ー、と、スタートをしたら、消門の方がちょっと若干ダッシュが良くて、えっ、ー、と、同じ一枠だったユリーシャが先手を取るためにかなり足を使うというか、これをかわすために気合をつけたら、もう暴走気味に大逃げを打ってしまって失速してしまったっていうのがポイントの二つ目。で、え、消耗のその二番、最初スタート出た消耗に関しては、 まあ、あの、ゆ、ゆりーしゃに並びかけられた分、ちょっと折り合いを書いたんだけど、ただレースの見た目としては、離れた2番手、あの、ゆりーしゃから大きく離れた2番手なので、そう見ると、平均よりやや遅いぐらいのペースで、え、離れた2番手なので、短期逃げに見える状態に恵まれたよねって見方と、あとスタートでちょっとせられ焦らなかったらもうちょっと粘ったよねって見方の2つができると。で、その、と、直後にいたセッションが、え、早めに抜け出したところを、 え、ゴール前で最後、え、大番振る舞いが差し切ったといったレースです。で、大番振る舞いにしても、豊かジョッキーが結構ね、あの、外に出さずにずっと道中内目で足を溜めていて、直線だけね、結構外に出したので、まあ、見た目は強いんだけど、これもね、すごい強いかって言われるとどうかなって感じがします。ただ、あの、日界の敗戦は、あの、さっき言ったように、インマイがかなり極端に有利なトラックバイアスなので、 7着というほどは内容は悪くないよねって見方ができるので、まあだからね、さっきから話しているように、非常にね、比較が難しくて、まあまずアーリントンカップのレース内容で言うと、若干大盤ーー振る舞いとセッションが2と同じぐらいでよくて、まあ、消門がその下と。で、あの、もうちょっと言うと、逃げたユリーシャが、あの、この後エルフィンステークスで負かした馬が、桜花賞でそこそこ走ってるよねっていう見方をすると、 もうちょっと楽なペースで逃げればユリーシャがのあの残ってもおかしくないよねって見方はできるんだけどただ今回、まああの、今の登録段階では結構逃げ先行場が多いんで、まあ、楽に逃げられないかなと思うとちょっと厳しいんだけどただ、まああの、楽に逃げられたときあと、インマイが有利なトラックバイアスのときにはちょっとユリ、えーシャも含め注意が必要ということで <laughs> もうね本当さっきから解説しているとどれが来てもおかしくないよねという感じですね。<laughs> <laughs> はい、ありがとうございます。では続いてはジュニアカップからです。勝ち馬のクルゼイロドルスについて、逃げて完勝でしたが、前前層のデイリーハイ2歳ステークスでは、中段の外目追走から位置を上げていきましたが、直線は伸びきれませんでした。逃げた後惨敗するケースはよくあると思いますが、クルゼイロドルスは今回のメンバーではどうでしょうか。また、デイリーハイ2歳ステークス組からは、以下が出走予定ですが、 その後の成績を含めたマスターの評価を教えてください。まずね、えー、クルーゼロドスルなんだけど、まあ、前回はね。大楽勝だったんだけど、まあね。実はこのクルーゼロドスルの、えー、ジュニアカップ見てもらえばわかるんだけど、逃げた馬が1着で23着も2番手3番手の馬なんだよね。なので、あのまあ、確かに着差は強かったけど、そのもうもう極端な前残りの一ったの展開に恵まれたよね。って。緩和になめないとだから、それでかつまあ。今回ね。さっきの幽霊車がいたりとか。 え、先行馬多いんでね。あの、オールパルフェも含め、えー、もっと早い馬がいっぱいいるんで逃げられないんで、まあ、逃げられないとなるとどこまでかなって感じはするよねって感じだと思います。で、えー、デイリーハイ2歳ステークス組は、えっ、ー、と、逃げたオールパルフェが勝ったレースなんだけど、これもね、かなりイマ前が内側と前前が有利なトラックバイアスで、オールパルフェが逃げ残ったと。で、ダノンタッチダウンは確かにね、えっ、ー、と、見た目は強く見えるんだけど、ただレース見ていただくと道中ね、 あの、うまくね、ずーっと、内目で足を溜めて、直線だけ、うわーっと、大外に出したみたいな感じなので、まあ、そういう意味で言うと、まあ、あの、インマイルニのトラックバイアスだけど、すごい不利を受けていたかっていうと、そうでもないと。で、三着の消耗も、これね、あの、逃げた馬のオールパルールの離れた二番手追走なので、これを見るとね、ちょっと強くないよねって見方ができてしまって、で、しまやっぱりだから、その、いつも消耗に関しては、離れた二番手追走だから、 でまあ、もうちょっと言うとねそれを比較するとオーバンブールーまでセッションもそこまでだよねっていうふうになってくるんで本当結構ね比較していくと堂々巡りでどれが強いか分かんなくなるんだよねで <laughs>、はい、であとまあクルーズエーロドスルに関してはこの上位3頭とは違って外目を回っていたから、まあ、着差ほど悪くはないよね着順ほど悪くはないよねっていう見方はできるんだけどただすごい強いかって言われるそうでもないしジュニアカップみたいに今回逃げられないそうなのでまあこの。 まあね、さっきお話したようにダノンタッチダウンが一番見た目で強く見えるんで、まあこの中で言うとデイリーハイグミで言うとダノンタッチダウンがちょっとリードかなって感じはするんだけど、ただレーゼニレース見るとそこまで道中は外回しないよねって見方ができて、まあ非常に難しい比較なのかなと思いますね。はい、クルセイロドスルですね。<laughs> すクルセイロドスルね、名前が読みづらいんですね。はい <laughs> はい、はい、ありがとうございます。では続いての質問です。 大課賞で12番人気7着のシング・ザット・ソングについて、中段から内目に入れてロスなく追走しましたが伸びきれず、カチューマのリバティ・アイランドとは0.8秒差でした。フィリーズレビュー組からは最先着でしたが、今回初のボバ対戦で能力的に厳しいでしょうか他に頻馬はモリアーナ、ウンブライル、ユリーシャもいますが、今年の頻馬は厳しいと思いますか まずね、一つ目、えっ、ー、と、大花賞も結構内側前、内側と前がかなり有利なトラックバイアスだったこともあって、そう見るとね、勝ったリバーティーアイルドがちょっと次元の違う強さを見せつけたレースなんだけど、それをね、あの、このシングルスのソングって、その前は結構ね、後ろから行くタイプだったんだけど、フィリーズレビューあたりからね、好位から競馬できるようになって、で、これもね、大花賞でも、もうあの、あれだよね、インド3番っての最高の、まああの、あの馬場状態では最高の位置取りに入れて伸びなかったんで、 ちょっと力不足かなって感じがします。なんで、ね、まあ、あの、まあ、例年なんだけど、まあ、今はね、最近でこそ大歌賞って、あの、阪神ジュベナイルから直行する馬がいたりとかいろいろあるんだけど、まあ、やっぱりね、あの、昔から、えっ、ー、と、チューリップ賞組の方がレベル高くて、ヒリーズレビューの1400メートルの組っていうのは、ちょっとやっぱりスプリント戦線とかの馬が混じるんで、レースのレベルが落ちるんでね、まあ、それが象徴した今年の結果だったのかなと思います。なので、ヒリーズレビュー確かに勝ったけども、えー、まあ、大歌賞で、 このぐらいの内容でも最先着だったように、フィリーズレビュー組がかなり弱かったよねと。でもう一個は大菓賞の内容を見ると、これならね、やっぱね、モリアーナとかウンブライルとかユリーシャの3頭の方がいいかなと思います。で、えっ、ー、と、まあ、ンダのね、順序付け非常に難しいんだけど、まあ、さっきからお話してるように、ウンブライルとモリアーナがほぼ互角、で、ユリーシャが逃げたらちょっと、 逃げて、あの、内前有利のトラックバイアスで楽に逃げたときはちょっとという評価ぐらいで、で、ヒン馬は通用するかどうかに関しては、ただ、ま、あの、ニュージーラントロフィー組がね、通用すると見れば、あの、貧馬はそんなに、あの、弱いという見方はしなくていいのかなと思います。で、今年のヒン馬はっていう感じなんだけど、まあ、正直やってみなきゃわかんないねっていうところだけど、ただ、ま、アーのウンブライル見るとそこまで差がないと思うので、えー、人気がないようであれば勝ってもいいのかなとは思います。 リバティーアイランド以外は本当に接戦だと思います。誰が抜けてもおかしくないです。そう、ね、そうであとはね、あのー、オスムマの方もそうだけど、今年は両方とも大接戦なんだけど、ただまあそのオスムマとヒ頻繁のレベルの比較はちょっとやってみなければわからないんで、まあどっちもなんかすごい高い感じはしないんだけど、まあやってみなきゃわからないかなって感じがしますね。はい、ありがとうございます。それでは今週の教えてマスター Q&A NHK マイルでした。ありがとうございます。 チャンネル登録お願いします。